Thank you.
はい、どうですか新居は。新居どんな感じか見たい。新居のルームツアーは。新居のルームツアー無理やな。クラフトビール、クラフトビールだね。うん、乾杯乾杯乾杯。わあ、新居はどうですか。新居は、新居快適じゃ快適やけど、快適こもりすぎてるってやっぱ外行きたいな。新しい家はどうなん。めっちゃ聞かれる。 3回目。京都はそんなにひどいイメージはないな。大阪に来るからな。うん、けど最初の方に見つかったやろ結構。あ、そうなんや。うん、だいぶ初期の頃に見つかったはずや、確か京都。あれが高いのか、意識がみんな。まあ今そんな広がってないもんな。うん、ちゃちゃはハンモックで寝てる。嘘みたいにしんどいな、今やと。逆にしんどいわな。うん、なんかコロナ禍って流行ってるらしい。なんでなんで。家にいることが多いやん、旦那さんが。まあ、それなんかよく聞くっていうか、ニュースでもやってたな。マークってさ、うん、夫掃除とかさ、うん、まあ、めっきれいにしてくれんやんか、うん、ほんまに、うん、でも、やっとった感めっちゃすごくて、え、お風呂掃除したけどみたいなのを一日中言ってくるふうに褒めてもらいたいんちゃう。もう一回ありがとうって言ったらそれでいいやん。うん、でもそう、多分褒めてほしいんやと思う。褒めてほしい。にしたらさ、ちょっとホッとするのに、うん、一切ないから。いや、そんな話したらまるで俺が何もしてないんで。でもどこもそういう喧嘩してるわな。ストレス溜まると思うわ、うん、絶対。うるさいからさ、私がマークになんかそういう生活面で、あ、やっぱ子供やなーって思う時あるもん。あるよ、男の。あ、いいなー。そうかな。うん、マーク飲んでんの。飲んでるよ。もう酔っ払ってきたんじゃん。全然、まだまだ。早く外食したい。本当に二人にも会いたいわ。でもまあ会えなくてもこうやって飲めるんやっていうのを知れたのは、でも収穫っちゃ収穫やんな。まあちょっと物足りんけどな、触れられんからな俺。触れれるよ、心は。心はドラモンありがとう、今日は。じゃあねー。なねー、ありがとう、はい、おやすみ。これどうやって来た。可愛かったな。うん、大変やな、でも。よいしょ。赤ちゃんいたら余計気をつけるやろうしな。喧嘩してへんな、二人もな、結構。うん。切るで。美味しくなる。